今日は臨時増刊文芸横目日読本についてお話したいと思います。ここで注目すべきは、横光利一年譜においては明治31年3月17日会津郡東山温泉に生まれたとこ書いてありますが、実の姉の中村静子は弟横光利一においていわきで生まれましたと書いています。それが混乱の原因で、中には横光がどこで生まれたかについて不明であるとまでこう書いている評論家さえいます。しかし横光利一自身が秋田地での中で磐梯山の麓で自分は生まれたと公言しているわけですし、関越鉄道が明治30年に若松まで、明治35年には喜多方まで開通しており、横光の父親の梅次郎が鉄道技師やさもなければ請負業であったならば、明治31年に横光が東山温泉で生まれたということは理屈があります。姉もまた日光に生まれて10ヶ月の弟と家族揃って旅行したなどと述べていますから、ですからいわきじゃなくて会津にいたから日光に行けたはずなんで、その辺も横光の東山温泉で生まれたということを裏付けているような気がします。横光と同じ年代であったにもかかわらず、師として仰いだ中山義秀は奥さんが会津坂下町出身であったこともあり、関係が深く、会津とは関係が深く、その義秀の弟子である長岡圭之助も会津坂下町出身です。ですからその間接的には横光利一と会津というのは関係が深いわけで、ですからそのこれから広く知ってもらう意味でも、東山温泉の新滝で生まれたということを後のように伝えるためにモニュメントのようなものを建設して広く知ってもらうべきではないかと私はそう思います。